今日は永瀬廉と玉森裕太についてジャーニーさんが話すみたい。私は大戸屋に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっと裕太に話を聞いてほしいんだけど。いいよ。永瀬と玉森が食レポみたいなことをして話題になっているわね。二人の食レポで女子はドキドキするんだね。あの二人がお店に来たら食事どころじゃないわよ。そう？僕は男だし、あいつらの先輩だから何とも思わないけど。そういうことを言ってるんじゃないの。大多数の人がって話。まあね。優はやたら後輩に敵対心を抱くわね。あの二人がタッグを組むってどんな狙いがあるんだろうね。そうよね。ここに来て絡み始めるってことは何か意味があるわね。絶対にあるよね。ジャーニーさんは知らないの？もちろん知ってるわよ。あの二人はグループの解散を見越して二人でも活動できるようにしてるの。そんなところだろうね。しかも二人のルールがすごいのよ。どんなルールなの？まず恋愛、結婚は禁止で、美しさを保つためにオナニー禁止、糖質制限、睡眠は6時間まで。そこまでストイックに決めて成果が出なかったら悲しいね。玉森は自分でルールを決めたのに糖質制限のラーメンだけは我慢できないんだよ。なんか自分に縛りの多い人って自己満足な気がするな。私も健康だったらあの二人のルールに縛られてみるのにね。ジョニーさんが縛られるって使うと意味が変わってくるね。